この話を聞いたら、今日中に何かのアクションを、すぐにアクションを起こしましょう。情報は今民主化されました。誰でもアクセスできる。ほとんどの情報にアクセスできる。じゃあ何で差がつくのか行動力です。行動力というのは、あの、思考回数です。僕がインターネットのビジネスで成功したのは、とか楽天の三木田さんとか、サイバーエージェントの藤田さんとか、同じぐらいのインターネットの GMO の熊谷さんとか、いろんな企業家の人たちいますけど、一番 大きな要素は、あの時代に1990年代中盤に企業をしたこと、これにつきます。これだけだと言っても過言ではないでしょう。で、あの時期にインターネットに出会った人たちは5万といたはずです。僕もバイトしてた会社でそ、それこそまあ、東大の本郷にいた頃に IT 系の会社があったんですけど、そこでバイトしてたんです。で、まあ、たまたまインターネットの黎明期で、そこでインターネット事業の立ち上げをやらせてもらって、まあ、それで企業をしたんですけど、だから、 皆さんんにもチャンスがあるはずなでですす、よね。同じなんです全く普通に学生課でバイトを探してそこに応募してインターネットに出会ってこれはすごいって言ってそのまま会社を作ったっていうだけなんですよ。だから僕がやったことってただ動いたっていうだけなんですよ。ほぼ何も考えずに飛び込んだらすごい世界だったっていうただバイト先にも社員はいっぱいいてで僕と同じインターネットの仕事してる人たちもいっぱいいたんだけど彼らは「え何がすごいのこれ」みたいな。 感じなんですよべ、まあ、てあの頃に起業した人たちです。Google のラリーページも、えー、セルゲイブリンも、僕と同い年ですけど、まあ、それぐらいに起業してるし、まあ、めちゃくちゃ有名なスペース X とかテスラやってるイーノン・マスクは僕の一個上です。まあ、起業をされるんだったら、もう今すぐ。あの起業準備中って言ってるやつは意味がないと思います。準備することないっす、特に。 別に会社作んなくても企業はできるんで、だから企業をしながら会社作ってもいいんですよ。僕もそんな感じでやりました。もう受注もらって、もらいながら会社作って、でも当時はシェアオフィスもほぼなくて、リージャスとかなんか超高級ななんか外資系のシェアオフィスみたいなのあったんですけど、今みたいな格安で使えるシェアオフィスなんかないし、 パソコンも高いし、レンタル家具とかもないし、めちゃくちゃコストかかりました。数百万円やっぱり、ね、最初の3ヶ月ぐらいの運転資金も含めて、600万円が、まあ、起業して3ヶ月後にはそこをつきました。口座に10万円ぐらいしか残ってないっていうところが、まあ、そこでしたけど、まあ、その後、お仕事はしてたので、お金はばーっと入ってきたんですが、まあ、そんな感じでも全然大丈夫です。今もう、企業のコスコストも安い。すごく恵まれた時代に生きているし、 何回も失敗できるし、はい。失敗すればするほど、あの、知見も溜まっていくので、絶対どこかで成功するんで、とは皆さん優秀なんで、当然成功すると思うんですけど、この状況下で、まだそんなことそのなんか企業以外の選択肢を考えていることも、ちょっと僕はよくわかんないんですけど、あ、ただ、一つすごく大事なことがあって、これ体力なんですよ。これはね、若さがものすごく関係してきます。 体力というのは持って生まれた遺伝子の強さなんでトレーニングでででなななんとかなるののものではないですよくそのまあうちのマネージャーやってるやつもキックボクサーであるジャンルで世界チャンピオンになったことあるんですけど体弱いんですよやっぱりなんかアレルギーとかそばアレルギーとかあったりとかしてそば食えなかったりとかもうなんかコロナとかに感染したら3週間寝込んでましたとかそんな感じなんですよ僕なんか 多分コロナどっかで感染したと思うんですけど、一回も熱出ませんでしたからね。で、それはもっと生まれた免疫力とか体力の強さだと思います。ただこれ、なんで若さと僕はその関連づけたかっていうと、若い時は差がつきにくいです。若さとはそういうものです。だから僕ぐらいの年齢、僕今51歳ですけど、51歳になってくると、老化してる人としてない人、体力ある人ない人でもう見るからに差がつきます。 僕ぐらいの年齢になってくると、いろんな病気にかかって、めちゃくちゃ弱ってきます。弱ってくると気力がなくなります。企業って気力めちゃくちゃ必要です。時に押しつぶされそうになる。心が。だけど、まあ、なんか会社にいて守られてると、まあ、会社休んでもいいし、自分の代わりいるし、給料もらえるっていう状況。だけど企業はそうはいきません。誰も助けちゃくれないし、仕事しないとお金入ってこないし。なので、若いうちがいいんです。 体力ないやつでも若いうちだったら何とかなる。これが40代50代になってくるとどうにもならないです。ただ体力ある人はできますよ。だ僕とかはできますよ。でも分かんないじゃないですか。本当に体力があるのかどうかなんて、衰えてからじゃないと差がつかないんで、本当にそうなのかどうなのかは分かんないです。ちなみに、まあ、これからでしょうけれども、あの40代50代を健康に過ごすためには、やっぱり運動が必要で、 筋トレとか絶対やった方がいいし、ストレッチも絶対やった方がいいです。あの、なんか食べ物に気をつけるとか、生活習慣に気をつけるとかじゃなくて、もう圧倒的に運動です。運動して筋肉を強くしとかないと、40代ぐらいになると、インナーマッスルからもう衰えてくるんで、40肩とか50肩とか聞いたことありますよね。そういうものになります。それは体力あってもなるんで、これもね、あの、先輩の企業家たちが、 なんかもう筋トレしまくってる GMO の熊谷さんとかですねそういった人たちから学んだことでございますあのものすごくそれは大事ただとにかく若いうちは体力なくても何とかなるのであの体力ない人でも何とかなるので若さが気力につながるので、まあ、それはぜひあの考えておいた方がいいんじゃないかなと思いました。たつまり たくさん失敗をして、たくさん試行回数を重ねて成功に行く。これはもう確実に成功をどこかですると思います。だから、企業をしないっていうのが、ちょっと僕は選択,肢と、えー、選択肢としては考えづらいですね。で、どんなジャンルでもいいんですけれども、あのー、まあ、できれば自分があの得意なジャンルでやってほしいのと、その、なんだろうな、 なんかどんな分野で起業するのがいいですかとかよく聞かれるんですけど僕はどっちかというと世の中にあ,のある不を解決する不っていうのは不平等の不ですね。不を解決するって言葉はあのリクルートって会社の社員の人たちがよく使う言葉で,で不の解決これが僕はなんか一つ企業をやる上であのすごく大事というか。 逆に負を解決しないんだったらやる意味ないのかななんていうふうに思ったりもします。で、世の中はそういったものに溢れてます。気づいてないのか、気づかないふりをしているのか、諦めているのか、どれかだと思いますけど、例えばですけど、僕はあの、宇宙開発やってるんで、当然あの、とと遠い星に行こうと思うと、冬眠しなきゃいけないんですよ。でも冬眠の技術は、もう今すごい開発されてるんですよ。少なくともマウスっていう実験動物は冬眠できることが、 都民も実実際に実用島民ってもう夢物語というか夢の技術みたいな感じだったのがこう技術が発達することによってそれが可能になろうとしてるんですよ。だから僕たちはその不可能だ最初から決めつけずに負を解決するってことを考えた方がいい時代に来たんだと思うんですよ。 僕たちはこれはもう最初から不可能だと思っちゃうと負、えー、を解決できないんですがそういったチャレンジ精神を持つっていうのも、えー、これから僕ら重要になってくると思ってますなので、えー、何回も僕繰り返しますけれども動きましょうまずこの話を聞いたら今日中に何かのアクションを起用しようと思ってた人たちは特にそうなんですが すぐにアクションを起こしましょう。もうこの終わった後でももう僕の話聞きながらでももういいです。もう聞かなくてもいいかもしれないです。なんなら僕あの僕の仕事は背中を押すことなので僕は未来を見てるんじゃなくて現在を見てますから。現在の人口動態なんかも,もう皆さん社会科の事業からもね、あの勉強してるはずなんで人口動態とかその景気の循環とかいろんなものを考えるとどう考えても企業した方がいいんですよ。 結論としては、そんなに解かなきゃいけない方程式、多くないですから。だけれども間違うんです。あるいは書き消されるのかもしれない。周りに流されて書き消されるのかもしれない。それはまあ企業でもそうかもしれない。親ブロックとか、嫁ブロックとか、恋人ブロックとか、あるんですよ。えな、何々、三菱商事に就職決まってんのに、企業すんのバカじゃないのあんた。別れるわ、みたいな。えー、ってなるじゃないですか。 せめて3年ぐらい三菱商事に勤めて起業すればって言ってそのうちに子供ができて結婚して起業するタイミングを失っちゃった同級生みたいないっぱいいますからそういうことです。